仙台市の諸君。諸君はこれまで仙台市地下鉄南北線を利用してきた大切なお客様だ。今日私はここで正式に君たちへ発表する。だがこれは今まで仙台市地下鉄で使用してきた磁気カードではない。これから説明する。まずこれを見てもらいたい。これは先日の面王作戦において回収されたメッセージ映像だ。私はイスカンダルのスター社。これはあなた方の仙台市地下鉄は今まさに仙台市交通局の手で生まれ変わろうとしています。私はそれを知り、1年前私の妹ユリーシャに非接触型 IC カードの設計図を託して仙台市交通局へ送り出しました。火星で見たのと同じだ。あなた方がもしそれを理解し完成させていたならば、この IC カードを使って地下鉄に乗るのです。この IC カードの機能には定期券としても利用できるほか、乗車回数や金額に応じてポイントを貯められるシステムがあります。なんだって。残念ながら私はこの IC カードの魅力を伝えることはもうできません。今回新たにこの IC カードシステムの詳細をもう一人の妹サーシャの手で仙台市交通局のホームページへと送り届けます。私はあなたたちが未知の苦難を克服し IC カードを使って地下鉄に乗ることを信じています。私はイスカンダルのスター社。1年前仙台市交通局はイスカンダルの技術供与を受け、チャージ機能を搭載した非接触型の IC カードシステムをすでに完成させている。その名はイクスカ。12月6日イクスカ発進。ヤマト、ガトランティス、そしてガミラス。三勢力それぞれの譲れぬ思いが性質の星に交錯する。2199年ヤマトに迫る最大の危機。宇宙戦艦ヤマト2199星巡る箱舟、12月6日公開。